さて、今回は勝手に復活ブルー球団をやっていきたいと思います。虹色に突入するまであと残すところ2作となってきました。ここからは福主にとって馴染み深いラインになっていきます。最初に流した映像とかも懐かしいですね。イエローからだいぶ間隔が空いてますが、福主が編集サボりまくっていたせいですね。やっぱりいつものサボりか。今回はイニシャル D のアーケードにたまりまくって、全くもって太鼓もやっていないというおまけ付きです。完全にモチベを奪われてやがる。ぼちぼち太鼓も復帰していこうと思ってますが、上位の譜面を寝るとやっぱり手首が痛くなるのは相変わらずなので、当分はだるめの曲で動画を更新し続けています。コンセスのパソコン版も発売されますし、ショート動画も当分はそっちメインになっていくかもしれません。ということで、ブルー球団の1曲目に採用されていたのはスクリームアウトですね。当時は24音しか逆手に惑わされて苦戦していた印象でしたね。結構1曲目にしては重い譜面をしてますよね。ということで、毎回恒例のコメント紹介コーナー行きましょうか。トモピーさん、秋田来てください。ゲーセン巡り動画、もうすぐ記念すべき100店舗目を迎えようとしています。どうしようかなと思いつつ、いろいろなところに行ってみたいと思ってます。東北も行けてないので行きたいですね。ゲーム、ゲット B、バルーヤマ、行ってみてほしいです。めっちゃメンテいいです。こちら栃木県の店舗になりますね。メモっておきますように行きます。栃木もいろは坂に行きたいと思ってるので巡りたいですね。地元だ。リクエストなんですが、E5 府中、ラウンド1、中本町店にも来てほしいです。実は、E5 府中はすでに行ってます。近日中に動画公開される予定です。また、ラウンド1、中本町に行ったことありますが、紹介はできてないので、競馬のついでに紹介します。ブルーの1曲目はウェアイズザターゲットでしたね。意外と1曲目がコンボ多くて癖が強い譜面だったんですが、こっちはリズムランの譜面になりますね。結局ここで出したこのしわ寄せは3曲目に来るので、精度が足らずに3曲目で落ちるというのが結構定番な落ち方でした。昔からリズムランの譜面が苦手でしたね。今も正直苦手ですけどね。久しぶりの一発撮りなので可を量産してますが、気にしないでください。では、リズムランの地帯で、ヘッポコなプレーを、かますうく主を横目で見ていただきながら、先ほどのコメント紹介に戻ります。ハロウィン概念曲が、九段相当、公式って言われてること、どう思います？ドッペル裏入って、84未満とかが塗ってる。外伝でも3曲目全振りするのやめろ。外伝ラインのなんちゃら相当あまり自分は信用していません。そして、ドッペル裏、許しません。ハロウィンの曲なら、ベタパン入れるのもありだなと、ちょっと思いました。難易度爆上げになりますが、やっぱり、夢、何着てたのか。お会いしたかったな。遠征先で会えない問題ですが、太鼓だけの用事で遠征するときには、事前に、コミュニティで時間ごと周知する方式を取るかを悩んでます。まあ、大阪に関しては、ちょっとアホな予定を組んでしまったので、回る余裕があまりなかったです。また、大阪行くときに、ぜひお会いしましょう。マウントパフェですね。難易度的にはウイニングランと思われがちですが、最後に悲惨な落ち方を何度も味わっているので、個人的にはあまり良い思い出がございません。冒頭の不合格シーンを見てわかる通り、あんまり良い思い出ないですね。特に2つ目の動画の不合格シーンは結構トラウマものです。あれはマジでひどい。こういう失敗を乗り越えて今のうく主があるわけですね。あんまり変わってない部分も結構あったりしますけどね。曲の序盤はそんなに難しくもなく、逆手の複合があったりもしますが、快適に叩ける譜面してますね。昔は
道中の偶数の配置でリズムが狂って負荷を出したりしてましたね。ではではコメント紹介コーナーも大詰めになってきました。どんどん紹介していこうと思います。これが9番でもいいけど、これが妥当なら個人的にはちょっと埋めきてほしいな。体力系でエモが許されるなら全然ありだと思うんだけど、一つおめそろそろどっかしらのダウンに帰ってきてほしいんですよね。帰ってくるならくらい3曲目ですかね。一つおめでダウンをの結構好きなんですよね。あの長い服もめっちゃ緊張しますけど、ドンダブルフェスティバルの視聴者とプレイするやついつくらいにやる予定でした？自分は誕生日の権限を使い、このために今日から始めました。パソコン版が発売され次第やる予定です。ただ配信レイアウト考えているので、最初はショート動画とかを優先すると思います。発売日後の週末とかに配信したいなと思ってます。ドンフェスはランク戦があるので、縦型配信で垂れ流すか、視聴者さんの参加型で募集しながら楽しむかのどっちかにしようと思います。まだ詳しいことは決まってません。